比べることができる9ボールはビリヤードのゲームの一つ。プレイヤーは通常二人。1番から9番までのカラーボール9個と手玉1個の計10個の玉を使い、手玉を番号順に的玉に当ててポケットに落としていく。最終的に9番のボールを落としたプレイヤーの勝利となる。映画、ハスラー2の影響により爆発的人気を博したことで有名。 そのため、日本では、ナインボールがスタンダードなゲームとして広く認知、されている。しかし、実際は狙える的玉が一つしかないという制約が、厳しく、単純なルールの割にそれほど簡単なゲームとは言えない。初心者向けにナインボールを優しくしたゲームとして、ネオナインボールが考案されている。先行、後攻を決めるためバンキングを行う。プレイヤー二人が、 同時に手玉をヘッドラインからフット側のタンクッションに向かってまっすぐ突き戻ってきた手玉がヘッド側のタンクッションにより近い方が先行後攻を選択できる勝負が微妙な場合は審判に確認を求め判断しきれない僅差ならやり直し先についた側の手玉が前方のタンクッションで跳ね返り静止するまでにもう一方が手玉をつかなければそのものは 先行後攻の選択権を失う。また突き出した手玉が、タンクッションの中央同士を結んだラインを越えて、相手側に入った場合、超クッションに当たった場合また手玉がスクラッチした場合は、失格、無条件で負けである。二人とも失格ならばやり直す。なお正式な試合でない限り、必ずしもバンキングを行う必要はなく、じゃんけんなどで決めてもよい。また、 一般のビリヤード場では普通カラーボールを直接つく行為は禁止されているがバンキングに関しては2つの的玉を使い直接突くことになっている正三角形あるいはひし形をしたラックと呼ばれる器具を用いて公式の大きな試合であればレフェリーが通常はブレイクショットを行わない人間がラックを組むことが一般的であったが講述するラックスポットシールや ラックシートの普及により2009年頃からブレークショットを行うプレイヤーが自らラックを組むセルフラックと呼ばれるルールが採用され始め現在ではセルフラックが一般化している1番を先頭9番を中央に置きタンクッションから見て縦長のひし形にラックを組むこの際1番がフットスポットの上に来るようにする 1>, 1番と9番以外のカラーボールの配置は自由であるがセルフラックの際には2番を最高列に配置することが一般的である従来は木やプラスティック製の三角形のラックと呼ばれる道具を使用するのが通常だったがその後よりボールを密着させることを追求しアメリカでサルドータイトラックが出現さらに日本でラシャに貼るラックシール 薄いプラスチックでできたラックシートなどが開発され、今日では国際試合でも使用されるようになっている。念願の密着実現と公平なラック、そしてラックに要する時間の短縮など利点も大きいが、ウィングのボールが即死するのでトラブルのない配置を淡々と取り切るゲームが多くなる。弱いブレイクで配置を作ります割を重ねる展開が、 笛、小スポーツとして見どころが少なくなるとの声も大きい。先行のプレイヤーはまずブレイクショットを行う。手玉はヘッドラインの内側であれば自由な位置に置いて良い。なおブレイクでは手玉を最初に一番に当てなければならない。ブレイクショットで1個以上の的玉がポケットされた場合、プレイヤーは続けてプレーすることができる。反対に、 的玉がポケットされなかった場合、相手のプレイヤーに交代する。近年、ラックシート等の採用により弱いブレイクショットで手玉、及び的玉の配置をコントロールすることが可能となった。しかし小スポーツの観点において力強い、ブレイクショットは、ナインボールというゲームの一つの見せ場でもあり、それをスポイルすることのないようブレイク時にポケットした。 的玉とヘッドラインを通過した的玉の合計が3を超えなければ合法的なブレークとはみなさない等のルールをオプションとして採用することがある。ナインボールでは手玉を左右どちらかのチョークッション付近に置き、レールブリッジから突き出す、いわゆるサイドブレークが主流であり、アマチュアプロを問わず多くのプレイヤーがこれを採用している。ブレーク後の配置は運に頼るところが大きく、 場合によっては手玉を最小番号の的玉に当てることが不可能なことすらあり得る。スポーツとして、運によって勝敗が決することを防止するため、以下に述べる、シュートアウトというルールが採用されることがある。ブレイクショットで、ファールがあった場合を除き、ブレイクショット後の次の玉を突くプレイヤーは、シュートアウトと宣言することにより、口述する共通ファールを除くすべてのファールが、 免除される。シュートアウトが行われた場合、相手のプレイヤーは、その配置から自分がつくかパスするかを選択することが、できる。これにより、シュートアウトを行うプレイヤーは、自身にとって都合が良く、相手にとって、都合の悪い配置を作り出すという駆け引きが生じる。シュートアウトは、特にプロの試合においては、ほぼ必ず採用されているルールであるが、 アマチュアの試合においては採用されない場合も多い。シュートアウトという呼び名は日本国内では一般的であるが海外ではプッシュと呼ばれることが多い。テーブル上にある一番小さな番号のカラーボールを的玉とし手玉を的玉に当てて順番にポケットしていき最終的に9番を合法的にポケットしたプレイヤーの勝利となる。 的玉をポケットすることに成功した場合、プレイヤーは継続してショットすることができるが、ポケットに失敗した場合やファウルがあった場合は、相手のプレイヤーに交代する。ショット後、手玉や的玉の振る舞いによって、他の的玉がポケットされてもそれは、セーフプレイである。このため、途中で9番が間接的にポケットされて、ゲームが終了することもある。 ブレイクショットで9番がポケットされることもあり、これは、ブレイクエースと呼ばれる。ゲームは通常セットマッチ形式で行い、5セット選手した方が勝ちなどとあらかじめ決めておく。セットマッチの場合、ブレイクは交互に行うか、勝利したプレイヤーが行うかの二通りがある。以下はファウルとして扱われる。以下は、他のゲームにも採用されている共通ファウル。US9 ボールにおいては、 ファウルを犯した場合、相手のプレイヤーは手玉を自由なところに置いて、プレーを続行できるが、ジャパンナインボールなどでは特殊な配置で再開しなければ、ならない。またブレイク時にノークッションファウルや、ノータッチファウルがあった場合、現状から、フリーボールで再開する方法と、再度ブレイクからやり直す方法が選択できる。その際ブレイクを行うのは当然ファウルを犯した。 プレイヤーの次のプレイヤーである。また3回連続でファウルを犯した場合、その時点で負けとなる。これを3ファウルと言い,い、それを誘う高等技術もある。テキサスルールとも、1992年、米国のビリヤード雑誌、ビリヤードダイジェストにて初出。以降、世界的に普及していき、最も広く競技されるルールとなった。特徴として、 ファウルの際にポケットされた的玉やテーブル外に誤って落ちた9番以外の的玉はフットスポットへ戻さない、ラックの位置は1番と9番以外自由である、などその名の通りゲームをスピーディーに行うための工夫がなされている。どちらも変則ルールの9ボールで特定の玉に点数がついておりポケットした得点の合計にて争う。 サイドポケットに落とすと得点が2倍になるなど、ギャンブル性が非常に高いことでも有名。ローカルルールが多数存在すると考えられ、得点条件やファウル後の処理も比較的複雑である。5から9では5番と9番の2級のみが得点の対象となるが、ジャパンでは3、5、7、9番の4級が対象になるなど、細部のルールが異なる。東日本では5の9。 西日本ではジャパンが好まれる傾向にあるようである。アメリカンプールプレイヤーズアソシエーションが u s ンボールテキサスエクスプレスルールをもとにして独自の特典システムハンディキャップシステムを盛り込んで作成したンボールの一種。日本ではジャパニーズプールプレイヤーズアソシエーションが競技方法の管轄を行っている。競技方法は通常の US9 ボールと同様に 最小番号のボールよりポケットしていくが、1から8番のボールをポケットするごとに1点、9番ボールをポケットした場合は2点の得点を獲得できるようになっており、先に目標となる上がり点に達した方が勝ちとなる点が異なる。つまり9番ボールだけを多くポケットしても勝ちとならない。また、的玉をポケットした際にファウルとなった場合、 いずれのプレイヤーの得点にもならない無講球としてカウントされる。例えばブレイクで1番ボール、3番ボールがポケットされたのにスクラッチしてしまった場合、無講球2個としてカウントされ、プレーは相手の手玉フリーから続行される。この無講球はゲームの途中で合法的に9番ボールが落とされた場合にも発生し、 例えばブレイクで9番ボールのみが入るブレイクエースとなった場合、残り8個の的玉が全て無効9となる。そのため、1ラックは全てのプレイヤーの得点無効9を合わせて、必ず10点で構成されるようになっており、スコアの付け間違いがないかの検算に利用される。上がり点は各プレイヤーごとの腕前に応じて割り振られる。アパでは独自のコンピュータシステムを利用し、 各プレイヤーの試合ごとの情報をコンピュータに蓄積しており、この情報をもとに統計分析を行って、客観的な腕前を数値化している。この数値化された腕前は S、L という概念へ置き換えられる。上がり点は、この S、L に応じて決定されることになる。例えば、S、L1 のビギナーであれば14ポイント、最高の S、L9 となる。 超上級者であれば75ポイントが割り振られる。なお、試合で負け続きであれば S、L は下がることもある。個人における対戦ルールは以上だが、正規のリーグ運営者が行うセッションリーグでは、最高8名を1チームとし、各地域ごとに6から8チームが参加する、ディビジョンという小単位で、ラウンドロビントーナメントを毎週行っている。一度の試合には、 メンバーの S、L 合計が23以下となるような5名を編成して、望み、各チームのホームとなるビリヤード場を巡りながら、チームポイントを競う。チームポイントは1人の対戦で、最高20点が得られるが、負けたプレイヤーにも獲得した点数に応じて、分配される。例えば、負けたプレイヤーが、あと一点で上がれる状態であれば、負けたプレイヤーには八点、勝ったプレイヤーには、 残りの12点が与えられる。チームポイントがどれくらいの比率分配となるかは負けたプレイヤーの S、L と得点により決定されるようになっており、試合中に勝ち目が見えなくなった段階でも諦めなければ1点でも多くチームに貢献できるようになっている。一試合で合計100点となるチームポイントを蓄積しながらセッションリーグを戦い抜き、 上位に残ると、プレイオフに参加できる。このプレイオフを制すると、ローカルエリアチャンピオンシップに参戦可能となり、優勝すると、アメリカラスベガスで行われるアパ、ナショナルチャンピオンシップの招待選手として参加ができる。なお、ビーギナーの参加者も多数参加することから、いくつか独自のルールが設定されている。他、ダブルヒットコールは認められない、ジャンプ級による、 ジャンプショットの禁止などがある。ナインボールのルールを簡素化したもの。コスモスポーツが考案した。ナインボールは番号順に的玉を狙っていかなければならないが、その制限を取り除き的玉を自由な順番で狙うことができる。手玉を1番から8番の的玉に当ててから、キャノンショット、キスショット、コンビネーションショットなどで9番を落とした場合は、ナインボールと同じく勝ちとなる。 また、テーブル上に9番しかない状態でファールを犯すと、負けとなる。日本ビリヤード商工連合会より専用のボールも、発売されており、一部のビリヤード上では、ボールの貸し出しを行っている。ファウルネオナインボールでは、下記の状況となると、ファウルとなる。ノークッションファウル、9触りはファウルとならない。また、玉触りをした際には動いてしまった的玉を、 元の位置に戻すか、あるいは戻さずに、現状から再開するかを競技者同士で話し合い、競技者を変更せずにプレーを続ける。ブレークから一度もミスせず、つまり相手にショットさせることなく、1番から9番の、的玉をすべてポケットすること。ただ単に的玉をポケットさせるだけでなく、次の的玉をポケットしやすい位置に手玉を、コントロールする。 ポジションプレイの力が強く要求される。日本語では、一ラックイコール一マスの最初から最後まで一人でプレイするという意味でマス割りと呼ばれる。ランアウトと略されることもあるが、単に途中で回ってきた複数個のボールを取り切ることもランアウトと呼ぶ。出展、QS 出展。ありがとうございます。